大津市立瀬田北中学校は、滋賀県大津市瀬田地区にある公立中学校である。琵琶湖、瀬田川の近くに位置し、生徒数が1 0 0 4余名、全27学級。県内最大の中学校である。また、大津市内で大津市立青山中学校に次いで2番目に、新しい中学校である。地元では、北中と呼ばれている。自立。 想像意欲的であれ。優しくあれ。たくましくあれ。児童数の増加に伴い1983年に大津市立瀬田中学校から分離して開校した中学校で、その後も学区の範囲を減らしても、なお人数が増えるなどして1987年、1993年に増築されている。制服は、男子は学生服で、ボタンの色が銀色。 女子はブレザーである。夏服は男女ともカッターシャツ。第29期生徒会で生徒からのゆるキャラの募集を行い、虎をイメージした背滝タイガーが現在の学校のゆるキャラとなっている。大津市の以下2校の小学校区。部活動が極めて盛んで、運動部は2008年全国中学校体育大会県予選にて24年ぶり2回目の総合優勝し、 記念のクリアファイルが作成された。この2008年の優勝以降、2011年、2012年、2014年から2017年、2019年と12年間で8回の優勝している。また、全国的に珍しいボート部は、毎年全国大会に出場している。さらに最近では、陸上長距離にも力を入れており、近畿総体や、 ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会への出場も果たしている。大津市東港の住宅地となっている。ありがとうございます。